しくお願いします。じゃあまずはですね、昨日撮らせていただいたビフォアの状態が どんなだったかっていうのを教えてください。まあ、いわゆるボブのパッツンまでいかないんですけど、ちょっと伸びきったボブでだったので、ちょっとそのもっさりした感じをちょっと変化させていくっていうのが今回の、まあ、テーマとしてあったんですけれども、カラーは大体どれくらいの明るさで、彼女今ちょっとセンシティブな頭皮の状態で、あんまりカラーをできない状態で、なのでほぼ地毛に近い、まあ、6レベルぐらいでしょうかね。でも彼女もちょっとハーフなので、まあ日本人のよくある真っ黒っていう色ではないという感じですけども、ちょっとアッシュがかってるような感じですかね、はい、ではそこからどのように格好で変身させたかお願いします。はい、まあ、今回のナムちゃんに関しては結構もう長くモデルさんやってもらったりしてる中で、あの襟足の浮きとか生え方が結構強烈な襟足がありまして、でそれをカバーするためにちょっとそれをが収まるぐらいの、まあ、顎ボブぐらいっていうのが今までのパターンだったんですけど、もう行けるなら行きたいっていうことだったので、ちょっとその襟足にを攻め気味に今回はデザインをすることによって、頭の形っていうのをきれいに見せて、でラインは前下がりのショートボブのような形で切ってるんですけど、まあ、最近だとミニボブっていうね言葉が出てたりとかすると思うんですが、やっぱり女性の髪の毛で一番ポイントになるのって、ショートは特にそうなんですけど、襟足をどう処理できるかによってできる髪型って決まってくるんですね。なので首に這うような生え方をしてる人はそうなるんですけども、彼女の場合はそういう生え方ではないので、限りなく攻めてすっきり見せて、ただやっぱりジョリッとしたくないっていうようなオーダーがあるので、そのジョリッとしない程度にできるだけ柔らかく見えるような襟足を作るっていうのが今回のテーマで、で一番ポイントになるのはどの子から分けてもいいように、センターでもいいように、でも最終的に耳にもかけれるようなっていうようなことをイメージしているので、今日はちょっとこうサイドパートにして、ちょっと軽く耳かけをしながらよりショートっぽく見せてるっていう感じなんですけど、もう全耳かけしちゃうともう本当にショートカットになるし、下ろしていくといわゆるミニボブっていう形になっていたりとかしていくっていう感じですかね。ではスタイリングについてお願いします。はい、スタイリングは根元をしっかり乾かすっていうことだけなんですけれども、ポイントはあんまりカールをつけないっていうこと、やっぱりショートカットでポイント高めに作っていった時に毛流れがぐっと例えばアイロンワークで作りすぎちゃうと、ちょっとやっぱり老けた感じになっちゃうというか、いわゆる大人の人が仕方なくやってる髪型みたいになっちゃうん で今回の場合はもうどっちかっていうと外国人のかっこいいクールめな女性のショートっていうのを目指しているので、あえてこうバングは長めでも襟足はすっきりさせて、ただその何のバランスって下手するとちょっとこう振り切っちゃうとまずいっていうようなところの結構絶妙なラインを今日は攻めてるんですけれども、まあ、ちょっとやっぱり最近、まあ、ショートボブも結構ずっと続いてる中でちょっと新鮮さをもうちょっと出したいなっていうので今回こういうデザインにしてるっていう感じでしょうかね。ありがとうございます。いつも皆さん耳にかけたらこうなるし、下ろしたらこうなるしっていろんなスタイリングのパターンができるヘアを提案してくださってるんですけど、やっぱりそこっていうのは常にこだわってらっしゃる。そうですね、今これだけ若手のねうまい美容師さんにたくさん出てますんで、
もっと引き出しあるよっていうのを見せておかないと、さすがに何だろう、定着っていうのはね、やっぱり生涯顧客っていうからには、一個の髪型でもこれだけ楽しめる、でちょっとのレングスチェンジでも楽しめる。だから僕は一応私ショート似合うかしらとかね、これ似合うかしらとかって悩む方、いやもう何でも似合わせられますよっていう、ただその似合わせるポイントさえ押さえればレングスは関係ないんですっていうようなことを言わせてもらったりとかしてるんですけれどもね。スタイリングに戻るんですけど、はい、最後仕上げ何を使って、最終的にバームを使ってるんですけど、はい、今日は乾かす前にビーチソルトスプレーっていう新しく出たやつがあって、それを全体に振りかけることによってふんわり感がすごい出るんですね。なのでトップのボリューム感っていうのがまず出しておきながら、中間毛先にバームで、まあ、オイル系のものをつけて束感と毛流れを出していくっていうような感じですかね。その辺の計算をしていくとすごい、なんだろう、形になりやすいというか、ショートでもやっぱりボリューム感がないと寂しくなっちゃうんで、ふんわりさせながら抑えるとこは抑えるみたいな感じですかね。ありがとうございました。ありがとうございました。